珍しい時間帯ですね。10時半、みんなもう寝る時間ですか？まだか。すっぴんじゃないよ。わからんか。でもすっぴんじゃないよ。そう、今日はラジオの収録をしてきました。マイティとね、やりましたよ。シンシンとバーカのガールズトーク、楽しかった。いっぱいお話ししてきたので、ぜひ1月から聞いてください。お、昨日の公演で釣られた、嬉しい、ありがとう、やったね。今月はカレンちゃんです。1月ですね、マイティは。ぜひぜひ、なんか後輩と話してるところ想像できないみたいなお便りとか結構あったので、あ、みんなちょっとドキドキしながら、どんな感じで話すんやろうって思いながら聞いてください。ワンワンヘア、そう、かわいい髪型してもらいました、昨日の公演ね。まあもうあれなんですけど、そう、でも一応写真は撮っといたので今度載せます。先輩感ない。確かに。名倉1位おめでとう、ありがとうございます。みんなのおかげで1位取れました、よかった。ちょっとね、毎日彼女やってたから、ちょっと1位じゃなかったらどうしようと思って、ずっと気が気じゃなかったんですけど、1位やったんで。でね、景品ね、もらって帰るの忘れたんですよ、昨日。最悪。なんでちょっとまた次劇場行った時にもらってきます。なくなってたらどうしよう、次行ったら。景品は三脚です。そうなんで、この配信とかするときに立てれるやつ。そう、ちょうどね、壊れてたからラッキーです。
そう、ライトもね、ライトもなんかよくわからない場所で買ったんですよ。なんか通販のめっちゃ安かったやつを買って、それずっと使ってたんですけど、なんかよくわからんし、からなんかあんま変わらへんしと思って、最近ずっとやってなかったので、ちょっとこれを機にライトも焚いて、ちょっと白くいつもより映りよく配信できるかもしれないです。次のやつは今日かららしいので。そう、それもね、あの習字、書き初めか、書き初めのやつなんですけど、それも劇場行かないとできないから、ちょっと景品もらった時にナングラの配信しながら、ちょっと景品見せながら次配信したいと思います。いつになるかな、劇場行く時さあなさそうじゃないですか。もう分からへんけど、まだ公演ってあるんかな、どうなんでしょう。年内にないんかな。配信できなさそうやな、全員いるから。月末とかまだ決まってなかったですよね、公演の予定とか。その辺になかったらもう昨日の、昨日のが最後かな。今年ない、そうなん、ミックスジュース今年ないんや。うわー寂しいですね。ライト使ってないです今。今だって手で持ってるから普通の電気ならあるけど そうですね、24時間配信の時にどこでやるんか分からんけど、楽しみですね、それも。クリスマス、初めての組閣じゃないですね。組閣は2回目かなです。いや寂しいですね。なんか最近やっとほんまにチーム感が出てきたというか、一つになったなって思う習慣が増えたから、もう終わっちゃうんって。だってまだ1年しかやってないから寂しいですけどね。どうなるんですかね、組閣したら。なんか今は CDEF6 チームでやってるけど、どういうチーム分けとかになるかも決まってないから、組閣はナンバトルの2022年はまたバトル普通の組閣やと思ってるんですけど、どうなんやろう。でもね、1日は絶対になんかあるんですよ、大体。
みんなにサプライズ発表絶対あるから、なんか組閣以外にもあるとしてあるかもしれへんから、そうドキドキしますね。いつもさ、でも組閣がありますって事前に発表されてるのもなんか珍しいですよね。どうなんでしょうか。教えてくれてもいいのにな心の準備したいもん。もう教えてくれないので1日を待つしかないです。あー確かに昇格発表はありそうやなって思ってます。まあでもわからないので待つのみあ8期生確かにもう決まったんですかね。あるかもしれへん。ドキドキする。どんな子が入ってくるのか。でもなんかまだ実感湧いてないというか、終わっちゃうんっていう感じなんで、1日とかが来てどんどんなんか千秋楽とか決まってきたら、あーってなるんかなって思いました。お腹すきましたさっきまで寝てたからお腹すいたんですよね。ご飯食べてなくて。おお、なんか晩ご飯食べながらめちゃいいですね。となんか今日ラジオの収録っていつも午前中というか朝早いんですよ。だいたい午前中にあるかな。そうだから帰ってくるのが早いから、ちょっとね帰ってきたら寝ちゃうんですよいつも。今日も寝てました。気づいたら。そう最近公演中にめっちゃ変顔してたみたいなことを言われるんですけど、してないよそれただ変な顔、ちょっとやめてしてないんです。公演中に変顔、そんな変な顔してたそうでもなんか今日も変顔してて面白かったねとか、終わった後にコメント来て「え変顔してたっけ?」って「ほんまにしてない、シンシンが変顔と思ってなかっただけ。たまにしてる時もあるけど、ああ向かい合わせで笑ってるとこ?笑ってるだけやで。そんな変な顔してた。ひどい普通にひどいよ。どう、してたんかな、無意識にしてたかも。じゃあそう笑ってはいるけど
変な顔はしてないつもりではいた。でもしてたとしたら多分無意識です。変顔のイメージない。イメージ、変顔のイメージするときないもん。変顔じゃないけど、あの真顔めっちゃやってます。ココナさんと途中経過の時に目が合うんですけど、ココナさんとあともう一人、7番手の子かなと3人で目合わせるシーンがあるんですけど、その時はいつも笑っちゃうから笑わんとこうと思って頑張って真顔にしてるから、でもちょっとこらえきれへんくて笑ってるところが変顔みたいに見えたんかなってことにしときましょう。さすがに笑っちゃいますよ。だってめっちゃ見つめ合ってる時間長いもん。B メロ全部TT ダンス聞こえてくるねんけど向こうからそう、にらめっこです。ここに寝癖みたいなのがついてるのが気になる。そんな分からへん？めっちゃお腹すいたあまりお腹すいた。心身不足。なんかこんなさ、お話し会とお話し会の間あいつらことあったっけっていうぐらい、あった？全然最近ないやんみたいな。もう半年ぐらいさ話してなくてさ、めちゃめちゃ寂しいんですけど。長いよね。でさ、だいたいさ受付期間とかさあったりするけど、もう受付すらもうさ始まってないからさ、めっちゃ寂しい。もういろいろあったよね。もう夏のコンサートとかみんなもう忘れちゃってるんちゃう。その後はしたか。でもこの間のコンサートとか、あ、そっか、発売の期間が長いから。確かに前回から結構もう1年ぐらい経ってますもんね。そう、なんか最近コスプレ全然してないなと思ってふと思いました。
忘れてない？ほんまに良かったです。コスプレ不足ですそう、あのクリスマスで、あ、そういえばコスプレやなと思って、もう最近着てないなって思って、前にいっぱいコスプレが置いてあります。来年は寅年らしいので、年女です。やったね。ガオプレの収録昨日しましたよ。え、昨日やっけ？昨日か。昨日しましたよ、みんなで。あの、なんか最近さ、2人でやることが多いんですよ。だから、全員で集まるのめっちゃ久しぶりやった。トラ年って意外、意外とかあるん？トラっぽくないって感じ？そう。トラ年なんですよ。もう一個、あの、早生まれやったらウサギやから、ウサギの人羨ましいなってずっと思ってました。正直トラかーとはちょっと思ってたな。え、ウサギかわいい。トラは実質猫。確かに。じゃあ猫で。まあトラもかっこいいけど、昔は憧れましたね。違う年が良かったって思ってました。猫、ウシンシンってやってたわ。なんかめっちゃ懐かしく感じる。どうしよう、トラになったら。トラ、タイガー、トラ。無理や、シンシンにつなげれへん。無理でした。さよなら、ウシンシン。トラドシンシン。確かに。それにしよう、トラドシンシンで。
ばや全部の年いけるわ、毎年できる、やったね、ラッキー。たらこ、パジャマじゃない、パーカーですね、パーカーじゃない、何やろこれ、パスウェットちょっと分からへんけど、トレーナー着てます。めっちゃペラペラで、この服めっちゃ安い通販サイトみたいなとこで買ったんですけど、あのほぼ T シャツの生地なんですよ。だから昨日これ、昨日じゃないわ、一昨日かこれ着てたんですけど、寒すぎて、昨日か昨日着た、カットソー、そうかも、うん、ね、ほんまに寒くて最近ね、急に寒くなった、昨日か一昨日ぐらいから急に寒くなって、もうね、もう無理もうだって布団にいても寒いもん、寒すぎる、ずっと震えてました。ね、ほんまに朝早い時間に外出たらほんまに倒れそうになる、寒すぎて手めっちゃかじかんだもん、ダウン、アウター欲しい、ダウンとか欲しい、お鍋食べたいね。味噌煮込みうどん、お腹すくから食べ物の名前は めっちゃくしゃみです、出んかった鼻痛、
ダウン着ない勇者やな。温まりたいです。寒い、もう手冷たい今。暖房つけたらめっちゃ気分悪くなるんですよ。だから暖房つけれない。なんかなりません？皆さん、頭痛くなるめっちゃ。からそう、ずっと寒い極寒の中で生活してます。でも最近ね、なんやっけ、電気毛布つけたんで、あったかいけど、あれは布団はね、あったかいけど。着込む派？家で？でもさ、めっちゃ着てさ、寝る時とかさ、めっちゃ厚着したいなって思うけど、厚着したらなんか苦しくなるから、なんかでも寒いしってなる。こたつありますか？あります。こたつは23時や。11時、早いな、なんか時間過ぎるね。年越しショールームやりたいけどな、まだなんか年越しのさ予定がよくわからんからあれなんやけど、でも時間ありそうやったらやりますね。でも年越す瞬間に仕事あることないかできると思います。多分今年ラスト配信じゃないと思います。多分年越しもするし、まあ、クリスマスもできたらいいなって思ってるから。
年越し YNN、 ああありましたね、懐かしい。あるかもしれへんね。じゃん、最近全然テレビ見なくなっちゃって、そう年越しとかね、去年テレビ見てないんですよ。最近めっちゃ TVer で見てる。テレビを見る習慣がなくなっちゃった。倍速で見る。そうです、倍速で見れます。 CM だけは飛ばせないかな、ちょっとね、あれなんですけど。私生活謎？なんでなんやろ。ずっと寝てるかな。一日ベッドから動いてない日もあるし。そんな大したことしてないからの、そう言うことがないんですよね。そう、めちゃめちゃつまらん生活してると思います。公開というか、あ、今日も一日寝てましたって。生活感ない。どうやったら生活感って出るんですかね。めっちゃインドアですよ。極力外出えへん。料理の話、料理はしてないですね。え、ほんまにカビゴンやんって、もうカビゴンと思ってもらったらいい感じです。じゃあ今度、じゃあ明日の一日のスケジュール事細かにメールに送ります。何したか、食べたものまで報告しますね。密着です。明日は真摯に一日密着。でも明日は活動的かも。もしかしたら一日睡眠ではない。みかんは食べると予想。なんで？そんなみかん好きとも言ってないのに。冬やからかな。
顔赤くなってきた気がした。半ぐらいまで配信しようかな。じゃあめっちゃ体勢どんどん下がっていくから YNN24 時間でちゃんと寝れる？人によるんですよ。めっちゃほんまに全然寝させてくれない人もいるし、 MC とかなったらほんまに寝れなかったりするけど、うん、全然寝てる時もあるし、いろいろです。人によりけりって感じです。でも逆になんかこの朝もう深夜出たとして、なんかこういや4時とか5時に寝てなったらなんか逆に寝れへんみたいなのはたまにある。寝袋でもほんまに一回も外に出ずにずっと会場にいる人もいますね。もうめっちゃ隅っこで10分だけ寝るって言って寝たり。そうでも全然あのぐっすり寝てる人もいるし、いろいろです。今年はどうなるんですかね。全然まだ聞いてないけど楽しみですね。ちょっとそれは置いといて、今日はちょっとなんか話したいことがあったからちょっと配信したんですけど、この間おとついの時に急に話変わるんですけどすいません、おとついの時に全体ミーティングっていう YouTube で配信があって、でその時に1日に新春特別公演とか、まあ組閣の発表とかあって、でみんながまあちょっとグループごとに話すみたいな、このミーティングするみたいなのがあってっていう番組があったんですけど、でその時に最後先輩が喋れてないメンバーが結構いたから、最後に一言なんか聞いていてあげたらみたいな感じのことを言ってくださって、なんかその時に私がなんか解散したいみたいなことを言ったんですよ。でそれでもちろんほんまに解散したかったわけじゃないんですけど、なんかこう今のこの状況ですごく不謹慎、泣きそう、不謹慎で、特になんか特に面白くもないボケをしてしまって本当になんか反省してるし、なんか申し訳ないなって思って、こう今みんな先輩とかも
こうバラエティとかで頑張ってくださってて、たりマグラビアとかもすごく頑張って一回落ち着きますね盛り上げてくださってる時になんか嘘でも言っていいことと言ったらあかんことがあるから、なんか本当にグループの評価を下げるような発言をしてしまって本当に申し訳ないなと思って、ちょっと自分が言ったのに何泣いてんねんって感じで、すいません。でも本当にやる気がないわけでもないし、でもあの発言で NMB にやる気ない子がいたんやなって思われたのは事実やと思うので、なんかこれからの活動とかで皆さんにこう認めてもらえるというか、こうちゃんとやる気ないんじゃないってことを分かってもらえるように頑張っていきたいなって思いました。でなんか昨日も劇場公演がちょっと待ってなんでこれ開いてんの、劇場公演があった時にまあ皆さんがミックスジュースの公演だったんで、すごい心身のうちわとかペンライト持ってくださってる方めっちゃいて本当に嬉しかったんですけど、こうなんか胸を張って心身を応援してますって言えないんやろうなって、思ってほんまになんかすごく申し訳ない気持ちになって、だから自分のことを好きでいてくれてる、応援してくれてる人をもっと大切にしたいなって思いました。すいません、こんなキモいですよね、こんな泣いてて目めっちゃ腫れてるやんん、発言には気をつけて、あの渚さんがあのファンの方を傷つけないボケをすることを心がけてるみたいなことをなんかインタビューかなんかで言ってはったので、私もそういう周りの人のことを考えて発言できるように、ずっとどんな時もそれを意識し
しようって思いました。すごい温かいコメントありがとうございます。なんか私はずっと次のシングル選抜復帰したいってずっと言ってて、いやでも絶対今はなんか、いや心身は選抜にいらんって思われてると思うんですけど、なんかまだまだ復帰したいっていう気持ちもめっちゃあるし、上目指したいっていう気持ちもめちゃくちゃあるし、 NMB 盛り上げたいっていう気持ちもあるので、なんかそれを分かってもらえるような行動をしていけたらなと思います。絶対明日目晴れる。タワーありがとうございます。ありがとう。ちょっと待ってくださいね。ロンドベルさん、ありがとうございます。ちょっとなんか今ボードなくて、やってほしいポーズとかありましたら言ってください。こんな顔やけど、ちょっとごめんね。ロンドベルさん、ありがとうございます。しかもクリスマスバージョンにゃん。ありがとう。じゃあハートしときます。ありがとうございます。嬉しいです。チュッ。次回も、あ、もう絶対言いません。なんかこの話することを良くないと、良くないというか別に誰かのプラスになる話ではないから、いやそんなこと言われてもって思うかもしれへんけど、
みんなのコメントが優しすぎてありがとうございます。こんなに応援してくださる方がいて幸せです。話すの緊張しすぎて30分ぐらい話せへんかった。誰？顔やば。なんか目離れた？今の間に目離れた？こんな不細工になることある？ちょっと嫌やねんけど、こうやってやっとこう。目があかんからな。こういう感じでこういう感じでやっていい？あ、こんな感じで。ちょっとほんまに写真撮ったら撮らないでください。今はショールームの写真載せてくれるのはめっちゃ嬉しいんですけど、それはもう可愛い、もう最初の方のシンシンの写真にしてください。今の写真載せたらほんまに終わりあかん。この、これならいいよ。これでじゃあ、はい、スクショタイム。みんなこれでやってください。はい。フリじゃない。フリじゃないです。ほんまに。ああ。もう日付超えるわ。超えそうやわ。ほんまに無理じゃない。ほんまにあかん。さっきのスクショタイムの写真ね。な、わかりましたか。それではちょっとランキング読んで今日は終わりにしようかなと思います。寝たら頭痛くなりそう。いきますね。いつもランキング見るらん迷っちゃう。いきます。13位、ゴン、ありがとうございます。12位、しんごさん、ありがとうございます。11位、ゆんちゃん、ありがとうございます。10位、カドピー、ありがとうございます。9位、レオさん、ありがとうございます。8位、ケイタ、ありがとうございます。7位、タルキチさん、ありがとうございます。6位、一条寺ヒカルさん、ありがとうございます。5位、トモタン、ありがとうございます。4位、シンさん、ありがとうございます。3位、ハッちゃん、ありがとうございます。
2位パンダありがとうございます。で1位ロンドベルありがとうございます。可愛いクリスマスのタワーもありがとうございます。受け取りました、ちゃんと。ありがとう。皆さんも見てくれて、あの話聞いてくれてありがとうございました。ちょっと明日からは気持ちを切り替えて頑張っていきますので、じゃあね、バイバイ、おやすみなさい、ありがとうございます。あ、間違えた間違えた。